はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はね、久々のアサシンクリードユニティをプレイしていきたいと思います。なんかね、アサシンクリードユニティの動画ってスマートフォン直撮りの頃からやってるんだけど、スマートフォン直撮りの頃の動画にたまにこうコメントが来たりとかするんですよ。良きにしろ悪きにしろ。で、今回ね、普通に良きの方のコメントがね、いただきまして、衣装のね、紹介の動画だったかな。なので、それにちょっと触発されてね、せっかくなんでやってみようかなと思って、今ゲームをね、起動しているわけなんですけども、いやー、久々なんでね、操作が難しくて、で、斧を使ってたんですよ、僕。縛りが結構好きで、最強武器って僕はあんま好きじゃないんですよね。だから、今までね、これかな？将校の丸尾ノッツを使ってて、これにコナーの衣装と合わせてやってたと思うんだよね。最後の僕のこのユニティの動画もそれだったと思うんだけど、今回は、片手武器、オーソドックスの片手武器にしていて、で、やっぱり最強武器は嫌なんで、僕はこれをよく使ってます。国民公開の剣。これダウンロードコンテンツのデッドキングスのクエストでゲットできる剣なんですけど、威力っていうか、ダメージ的には段階的に2番目に強いんだけど、ちょっと受け流しが弱いのかな。多分そうだね。そう、ロイヤルカトラスとか、そのあたり、スキャボーナ違うか、刀とかと同じクラスのダメージなんだけど、受け流しがちょっと弱いというような感じの、お遊び武器というか、使ってる人見たことないんですけど、それを使ってやってきます。なんで、多分、アサシンクリードユニティのオンライン上で、この剣使ってたら、もしかしたら僕かもしれません。最近はね、斧ばっか使ってたけど。んで、適当なクエストをやって、今回はね、流しプレイで終わろうと思うんだけど、何がいいかな。でね、オンラインでやろうかと思ったんですけど、ちょっとね、無理だったんですよ。人が集まらなくて。なんで、ここを、やってみようか。オープンでプレイ。一回オープンでプレイでやって、人が集まんなかったらクローズドでやりたいと思います。やっぱね、忘れちゃう。お、来ましたよ。アサシンクリードユニティのこの細かい感じ。ちょっとこのね、紹介をしていきたいんですけど、始まるわ。いやね、本当にね、ユニティは僕にとってすげえ思い入れ深い作品なんで、アサシンクリードで一番やった作品何かって言われたら、もう間違いなくユニティですね。ユニティで PSP のアサシンクリードブラッドラインっていうゲームをやってて、それも結構やってたし、あと、オリジンズかな。僕は3とオデッセイ以外、やってるんですけど、やっぱ一番はユニティかな。作り込みがすごいですから。で、オープンワールドのゲームって、なかなか建物の中にこう、入るやつが少ないんですよ。スパイダーマンとかもそうだし、ホライゾンとかもそうだったけど、あんまりこう、建物の中っていうのが入れないんだよね。ユニティはバリッバリ入れますからね、当たり前のように。ユニティやった後にシンジケートやってびっくりしましたもん。全然入れなくて。ルクサンブール宮殿よ。革命前、来ましパたリけ初のど、博物館だった。人は、人はどうやら来てないのかな？どうなのかな？アサシンが増えれば宝も増あ、え俺るだわ。けか。一つを除いて全部偽物だけあどれ？ね。俺、さオーあ。プンで今検索したような気がするけど。いいや。では、一人でやっていきましょう。昔はね、一回ぐらいしか見つからないでクリアできるみたいな感じで、
ってたと思うんですよ、動画で。このクエストかは忘れたけど。うん。まあ、多分今回はバンバン見つかっちゃうと思います。もう敵の配置とか、忘れちゃったんで。うん。どこから行くかな。で、これ窓から入るんですけど、まあ普通に。窓、もう開いてる時と開いてない時が、その階によって違うんですよね。その階っていうか、その、ランダムなんですよ、これ。うん。で、今、開いてた扉あったと思うんですけど、窓か。その窓も、閉じてる時は閉じてるんで。あ、ここ今回閉じてんな。ここ開いてる時あるんですよね。明日か。いや、待って。難しいな。久々にやると。よいしょ。いや、でもこれ、見つかっちゃうよな、普通に考えて。まあ、いっか。いや、後ろ、後ろ。俺の使ってる斧、こいつとお揃いですから。はい。まあ、ここはね、しょんない。うん。だいたいここから入ると見つかるんですよ。多分今この後ろにいるでしょ。あ、やばいね。全然うまくいかない。まあちょっとね、何度も言うけど、久々っていうのはあるんで。やばいやばい、ちょっと待って。モンスターハンターやりまくってるせいでね、走るときに押しちゃうんすよね、この L、うん ?R1 をね。うん。さてと。いやー、でも本当にね、この建物の中のこの作り込みですよ。すごいっていうのは。どうもこれ無理だな。なんか真ん中の時ね、むずい。うん、端っこの時は楽だけど、真ん中の時むずいね。あ、てかスニーク L2 か。ずっと罰だと思ってた。だからさっき隠れちゃったのか。そうだ、罰は、確かシンジケートなんだ。シンジケートは罰でスニークなんですよね。いや、笑っちゃうよ、この作り込みは。本当に。すごい。口笛がないから、さあ、ここからアサシンらしくやっていくか。もう一回見つかってるけど、これ投げんのがこうだね。はいはい。あ、バーサークグレード溜まってねえな。なんでだ。で、これピョンって押すと撃てるんだけど、どこ押さえてんだっかな。そんなバカな、すぐそこに。違うんだよね。なんか敵キャラがオレンジ色の枠になってる時ってボタン一つで撃てるんだよな。もうそのやり方さえ忘れたよ。まあでもね、確かこのぐらいのレベルのクエストだと一発じゃ死なないんだよね、ヘッショしないと。
目いいんだよね、この人たち。だから、煙幕を焚きまくって、これでいい。結構無理があるけどね、これ。ただね、ここに来てから、どうしようかって話なんだよね。この視界からだと撃てないのよ。多分右サイドにいるから。まずこいつを殺す。で、こいつも殺す。で、上かな？上なんだよね。この配置場所、絵画の配置場所もランダムなんですよ。ある程度、法則はあるけどね。どうすればいい？あいつ一人か。ああ、見つかっちゃった。どれ？これ？違うな、あの奥か。ゴリ押しでいっか。ああ、見つかっちゃった。いや、片手剣強いな。 これすげえ強い。斧とか使った後にこれ使うとびっくりしますね。大正解。あ、正解だって。なんてやばいな。なんか人って怖いよね、本当にね。思うようにしばらくやってないだけでできなくなるんだね。うん、全然こう動かねえ。ユニティね、まあユニティに限らずアサクリシリーズって直感的に動くの難しいゲームではあるんだけど、まあ、それでも、それをね、差し引いても、今回やってみて思ったのが、少しね、慣れてやっていかないと。まあ、またなんかこう、ユニティに関するなんかコメントとかあれば、それにね、応じてやっていくし、まあ、レスポンスがあり次第、まあ、僕はね、そのゲームやりますんで、よければね、まあ、アドバイスでもいいし、これ、こういう風なのやってほしいようでもいいんですけど、よければよろしくお願いいたします。久しぶりのね、アサシンクリードユニティでしたよ、本当に。すごい楽しかった。やっぱね、色あせないですよね。まあ、プレイはグダグダだったんですけど、確かね、祝宴の宴だっけかな？なんかそんなタイトルのやつは、1回か2回しか見つからずに、綺麗に、やったりとかね。まあ、いろいろこう、うまい時もあったし、こうしてグダグダの時もあって、また感覚をね、アサシンとして掴み直していくわけですよ。いや、今ね、ちょっとなんか季節外れの蚊がいました、マジで。まあね、こんな感じで良ければっていう感じなんだけども、これあれかな、タイトル画面に戻るってない気か。タイトルに戻るはないのか。
ないんだね。ちょっとふと気になったんですよね。なんか結構あのタイトルに戻るとかってあるゲーム多いと思うんですけど、なかなかこれはないんだね。イニシエート。じゃあまあこんな感じで今回は一度終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。